皆さんこんにちは、さゆさこころです。今回は4月某日に私はリンゴルフのアパレルの撮影をしておりました。インスタグラムでね、見てくれてる方もいたと思うので、分かってた方はいると思うんですが、それぞれのなんか良さとかデザインのこだわりについてふわっとしかまだ説明しないので、もう一個ずつ丁寧に今日はお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。でまずはその撮影風景をね、ちょっと短めに見てもらいたいなと思います。ではどうぞ。最初のはお姉さんっぽく、キャラクターがいろいろあってすごいよ。かなり楽しませてもらってるけど、こっちが。メイクチェンジ中です。最初朝3人でやってました。最小人数みんなでクリエイターとなり、もう少しだったね。そうね、はい。撮影中に一番食べたくなるお菓子はポテチです。食べたくなるよね、ポテチ。なんかしょっぱいもの食べたくなるよ。なんでだろう、家だとあんまり食べたくない。まあ、こんな感じでいつもチカ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 撮影しております。でまずトップスから順に話をしていきたいと思います。ちょっと分かりやすいようにね、私がねトップスの名前を付けましたので、それで紹介していきます。と1つ目はリンゴルソー柄プリントポロシャツ。まずポロシャツの機能としましては、吸水速乾、UV 加工、これは全て同じでございます。で特にこのポロシャツでこだわったのは、リンゴのマークを全体に散りばめたんですけれども、ホワイトに関してはそんなにこう強調しないようにグレーでリンゴの総柄を入れました。遠くから見ると、まあ、柄は入ってるなっていうのは分かるんですけど、近くで見るとあリンゴだみたいな感じで、他のウェアとも合わせやすいかなと思います。赤は逆にリンゴを白にしてかなり際立てました。リンゴがめっちゃ書いてあるみたいな感じになってます。襟と袖の部分をネイビーにしてちょっと締まった感じに、リンゴは可愛いけど締まった感じにしました。で赤の色もちょっとこう大人っぽいというか、シックな感じの、ボルドーまではシックじゃないけど、まあ赤は赤だけどシックな赤にしてあります。あと胸元にこうシリコンワッペンがついてるのもちょっと特徴で、あとポロシャツの横の脇、下の脇にリボンテープみたいな、リンゴルのリボンテープとかがついてます。あとボタンなどもリンゴルって入ってたりするんで、よかったら見てみてください。次はハッシュタグリンゴルプリントポロシャツについて話します。アパレルを最初にこれデザインするときに面白いデザインないかなと思って思いついたのがハッシュタグだろうと、ここにボーンとつけちゃいました。で、ただネイビーに白地とかだとファン T シャツみたいになっちゃうかなと思ったんで、バイカラーで袖の部分を白にして、バイカラーにしました。襟と袖の色を変えて、白もこうネイビーとしてね、バイカラーになってます。唯一このハッシュタグポロシャツはリンゴルの本体のロゴですね、サガラワッペンで、この嘘ついた右の袖側に入ってます。それがこのポロシャツの一番の特徴かなと思います。一つしかないんで、緑色で入れたのは、で機能は吸水速乾、 UV 加工しかあります。次いきます。襟デザインシンプルポロシャツ、普通のポロシャツじゃんっていう感じだと思いますが、なんとこれは襟の後ろにリンゴのマークが3つポンポンポンって入ってます。まあ、今写真で出てると思うんですが、襟を立てて着ると結構かっこよくというか、昔流行った感じにはなるんですけど、まあ、そういうのもありかなと思って、まあ、そんなにリンゴドーンみたいなのが苦手な方には、もう襟の後ろに実はリンゴが入ってんだよねみたいな
感じで着てもらえたらなと思ってます。でこちらは、胸元にサガラワッペンですね、このリンゴロのサガラワッペンがついていて、このサガラワッペンもかなり悩みました。ただの刺繍にしようか、もう大きさもあんまり大きいとこスイングの時に邪魔になったりもしたりするんで、ちょっと一回り小さいデザインで作りました。でサガラワッペンってちょっとふわふわもこもこっとしたデザインなんですけど、そうすることでちょっとリンゴが可愛らしくなるかなって思ったん で、ちょっとシンプルだけどサガラワッペンにすることでちょっと強調してみました。赤とネイビーですね、赤とネイビー2色になってます。男性はね3色出てます、赤ネイビー白、はい。でも超シンプルなんで本当に襟の後ろにしかデザインはないです。で次がハイネックおしゃれボーダー半袖プルオーバー、難しい感じの説明ですが、プルオーバーっていうのはなんかあの普通のポロシャツじゃなくてちょっとなんでプルオーバーって言うらしいです、はい。でこれが見えてるところは結構太めのボーダーが多いと思うんですが、背中は全部細いボーダーになってます。で袖も細いボーダーになってて、首も細いボーダーになってます。サイドから見ると両方のボーダーが見えるようになってて、でそのなんでそうしたかと言いますと、なんか太いボーダーよりも細いボーダーの方がなんかスタイルがよく見えるみたいな話があって、まあ、だったら縦にすればいいんですけどね本当は。でもなんかこう横縞が良くて背中から見ると細そうに見えるかもしれないじゃんみたいな感じで今回ボーダーを借りました。でこれもねさっき言ってたサガラワッペンがワンポイントでついてます。ネイビーとグレー、白グレーの2色展開になってます。次ボーダーノースリーブポロシャツ、はい、もう定番のねボーダーのノースリーブのポロシャツ、なんかやっぱりこう定番っぽいやつある方がこう飽きないかなと思ったんで、挑戦的なゴルフウェア買うと次の年にあれなんか去年流行ってたけど今年どうしようかなみたいな感じになったりもするし、一回着ると結構周りの印象も強いと言いますか、あれまた着てるみたいな感じになっちゃったりするかなと思ったんで、ちょっと割とシンプルなボーダーとか定番のものを今回は多く作ってます。で後ろもこれは細いボーダーになってないです、もう前後普通のボーダーです。もうシンプルです、ザ・シンプル、ザ・シンプルだけどカラーに今回はこだわりました。じゃん、イエロー、イエローを挑戦しました。でもともと私もすごくイエローが好きで、どれかに1個入れたいなっていうのがあって、まあ、一番しっくりきたのがこのノースリーブのボーダーだったんで、明るい感じでポップに着てもらいたいなと、ゴルフ場 で緑に黄色はすごく合うんでゴルフ場でぜひ着てもらいたいです。例えばリンゴロのコンペに来てた女の子が、私黄色挑戦してみようかなって言って黄色を買ってくれてました、はい。なのでそう結構黄色を持ってない方とかもいると思うので、ぜひ挑戦してみてください。次いきます。リンゴルロゴライン入りノースリーブプルオーバー、これはここにチャックつけたことで結構脱ぎ着しやすくなってます。あ、忘れてた1個言うの、さっき言ってたボーダーのプルオーバーのハイネックのやつも後ろにチャックついてて、超その頭グーってなって入らないみたいなのがないようにハイネックは全部チャックがついてます。そこも考えました。でこれはちょっとスポーティーにイメージしたんで、リンゴルの元々あるロゴをワッペンで入れずにちょっと違うデザインのワッペンを入れました。でトリコロールでかなり小さめのワッペンが胸元についてます。まあそうすることでスポーティーさを、まあ、より出した感じに仕上がってます。でこれがネイビーと白2つあります。あのトップス最後になりますが、リンゴル切り替えニットベスト、これはね私の中ではかなりもうザ・リンゴルでしょうっていう感じのものです。私リンゴル見てますみたいなリンゴルって知ってますかって感じをもう出したベストになってます。皆さんにぜひ着てほしい商品になってます。で今回あのこれに関してはあの今まで2色展開だったんですけど3色作りました。イエロー、ネイビー、ピンク、この3色展開になってて、なんていうか生地とかも冬っぽくないこう春先と、秋先に着れるような素材になってます。で汚れても洗えるのでニットなんですけど、その洗えるニット素材といいますか、結構
まあ、触ってもらえると分かると思いますが、リンゴの形にもねすごくねこだわってね、ニットで出すの難しいんですよ、あの丸い感じを。で、まあ、バイカラーになってるんで網目といいますか、その結構ギザギザが出ちゃったりとかして、そこをなんとかなるべく丸にしてくださいと言って、結構綺麗に丸の形にしてもらいました。配色もすごく、イエローの色もピンクの色もパステルでもないしビビッドでもないような色にしたので、ぜひあのリンゴルベストを着てゴルフ場に出かけてもらえたら嬉しいなと思います。以上、トップスの紹介でした。続いてスカートについてお話ししたいと思います。ハッシュタグバックプリント、チノスカート、お尻部分にハッシュタグリンゴルって書いてあるスカートがあります。で、そちらはまあこうウエアと合わせた時にバックスタイルがちょっと寂しくなっちゃうので、後ろにハッシュタグ打ってシンプルなポロシャツが着ても可愛く合わせられるかなと思います。で、そちらは合わせやすいようにベージュとネイビーの2色展開になってます。で、ポケットもかなり作りました。横横後ろ後ろ4つ、こだわったのがベルトループも作りました。で、さらにあの後ろ部分が伸びます。ビヨンビヨンでゴムが入ってるので、あの少しだけですが気持ち伸びるようには作ってます。で、こちらが SM の2個、サイズは2展開で作ってます。いやね、ハッシュタグリンゴの下にちっちゃくリンゴのプリントが入ってるんで、そちらもポイントになってます。で、もう1個作ったのがサイド切り替えリンゴルロゴスカート。で、サイドにあのリンゴルって入ってます。で、ここにリンゴルって入ってるノースリーブの服があったと思うんですが、それと合わせてセットアップで着れるような感じのスカートを作りました。まあ、他にもいろいろ合わせてみたんですが、合わせやすいので、で、それはまあ前前後ろ後ろポケットも2個ベルトループもちゃんとついてます。で、後ろももちろんゴムになってます。ぜひ履いてみてください。で、最後リンゴル総柄プリントチノスカート、パンツもちょっと派手なのを1個作りたいなと思ったんで、総柄のリンゴのスカートを作りました。全部リンゴ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 になってます。で、素材はチノで後ろはゴムが入ってます。総柄の赤以外だったら全部合うかな。総柄の白と総柄のリンゴルは全然平気でした、はい、私もたくさんコーディネート組んでみたんですが、割と総柄だけどネイビーと白ベースなんで、そんなにあのトップスにボーダーが来てもイエローが来ても全然着れますね。ちょっといろんなコーディネートも皆さんに楽しんでもらいたいなと思ってます。で、今回あのトップスが 1,2,3,4,5,6,7 で、チノスカートが 1,2,3 最後にサンバイザー作りました。特徴はここにも思いっきり厚盛りで刺繍入れたとこですね。あと、実はペッて後ろでこうマジックテープで引っ付けるじゃないですか。あそこが結構こうビロンビロンビロンってここから見えたりとかするのが私結構気になってて、それを入れれるようにこういうベルトループみたいなのを作ったんで、こうペロンペロンペロンってならないようには工夫しました。あとは白、赤、ネイビーで、まあウェアに合わせやすいように作ってます。まあ、男女兼用なので男性の方も女性の方もかぶってみてください。以上ですかね、こだわりポイント。で、男性も全部で4型かな。で、色はもうちょっとあるんですね。ぜひチェックしてみてください。皆さん、YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。皆さん、ぜひ Amazon で予約してください。4月、5月に予約した方には、あのサイン入りのボールが一緒に行きますので、そちらの方も打ったりしてください。バイバーイ。